ぶつけてみた。インパクトバー使ってみよう。バターに当たっても気にしないよ。モンスターハンターライズサーンブレイクディモン。どうも皆様こんばんは、マストです。嫁のポーです。はい、体験版来ましたので今日ちょっとやってみようかと思います。はい、やっていきましょう。お供にガルクとポーさんを引き連れて本日ハンマー使っていこうかな。はい、画面上にポーさん映りません。マストのみでございます。いつも通りです。いりません、私のヘボいやつなんで。行ってみましょう。はい、行きます。よろしくお願いします。ハンマーでございます。え、私はハンマーで行くの？え、ダメなの？いいけど、じゃあ私はね、ライト棒でいきますよ。はい、とりあえずどんなのがあるのか見せた方がいいんじゃないのかな。あ、そういうことね。なんかね、そう、勝手に装備決まってるんだけど、キャラごと、武器ごとにちょっと違うんだよね。防具がだいぶ決まっててね。でもステータス見れないんだよね。なんかすごいね、どんなスキルがあるかわからない。悪魔城ドラキュラ、そんな感じかい。わかんない。タッチ、耳、エロい、エロいぞ。片手、片手立て、いかつ。片手立てはだいぶいかついね。なんかレオスっぽいような。ふんどしついとる。本当だ、ふんどしついとるよ。マジさん双剣、 あ、なんか双剣っぽい、うん、これはあれだね。前回もあったようなボールだね。で、ハンマーがこれ。これかわいいね。これ新しいやつ。すっごいかわいい服。ゴシャハギっぽいな。ゴシャハギっぽい、うん、これやばい。突然変わるんだ。これアホほどやばい。ランス、これ四つ宮殿のカッパ？カッパカッパ。カッパの防具なんだな。あ、なるほどね。武器は違うんだよな。でかいやつ。ガンス。これなんか今までと違うよね、デザインが。ビューンっていう人じゃないね、これ。ビューンっていう人。チュイーン、ビューンっていう。それは違うゲームのあれだよ、ね。違う。言うじゃんな、そうやってくる。ビューン、バーンってやって一撃死のさ、やつやってくるさ、の。そういるじゃん。はい、ガンランス。スラッシュアックスか。取るな。これはライゼックスかな。これ新しい敵の防具だと思うな。これウィングダイバーですよ、ね。地球防衛軍だね。防衛軍の、うん。チャージアックス。これはマガイマガドだね。マガマガさんですね。うん、これはわかりやすい。操縦桿。これは初めてのキャラの防具だと私は思います。ちょっとわかんない。虫、あれゴキブリやん。多分これは、あれ、雲の女王様。雲の女王様ね。はい、ヘビーボー。何これは美女天狗かな。あー、なるほどね。後ろの武器も美女天狗っぽいんだよね。なんか鳥っぽいよね。そうやばいやばい、あと38秒だよ。大丈夫、これは見たことない。何これ見たことない。どんなゲームに例える。でも多分俺男性キャラ使ってないからわかんないんだと思う。あー、そっかそっか。ってことで私は今回ハンマーを選択します。私はライトボウにします。はい、お供は移動が楽なガルク一択。ガルク一択、はい、ガルクが、はい、ガルクがいいな。かっこいいんだよね。かっこいい、めちゃくちゃかっこいい。片目だけ光ってる。おさいづちを2頭だよね、これね。違う。あ、違う、うん、おさいづちの取り巻きにいづちが来てるよって。あー、いづちが2頭くっついてるのか、うん、いつもそうだよ。あ、うん、連携攻撃を見極めろ。まあ別にそんな見極める必要もないんだけど。はい、じゃあ私自分の画面に向かいます。はい、ちょっとその前に私この新しく出た技だけ見せたい。は？インパクトバースト、新しい技。インパクトバーストっていう風に使ってみましょう。インパクトバースト。あ、ちょ、それじゃあちょっと違う。え、これね、ん？それじゃ違う。気合を感じない。うん、これね、なんで？なんか敵がひるみやすくなるみたいな。ちょっと待って。やつがあるんですね。行くなら行くと言って。あ、行くよ。遅いです。なんでそうなの？あれ？お前さ、犬のダッシュの仕方忘れた。ZL だね。お前さ、お前さ、はい、さっきまで操作できてたのに操作できなくなった。ああ、大丈夫。いつも通りだよ。L1 どれだ ?R1 を押しながら。違う、ZL を押すんだよな。そう、ZL を押す。R1 を押しながら ZL を押すと、
走るよ。伊豆地さんどこにいんだ、おさいずち。5番にはいるけど、ちょっとその前に俺操中を操中、やんない方がいい系だね。じゃね、操流をしたいから。操流をしたい。あ、いた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 、こいつだこいつ。あ、そうだ、このキャラ武器じゃない、装備品固定なんでしょ。そう、装備品固定で模板だもんね。そう、キュ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 。あ、73、はい、小巻き取っちゃった。小脈エルトライト鉱石。エルトライト鉱石とか陽気石とかこんなあったっけな。いつもの癖でさ、なんかさ、うん、取ってっちゃうんだけど。それはタケノコ取ってっちゃうんだけど、ちょっとやりたいことあるんで操縦します。あ、操縦、操流、操流。え、操流すんの。するする。はい、じゃあ操流までかと。操流しました。は、今だ。よし、ちょっとあそこにぶつけに行ってくる。あーそこ、今聞こう。ちょっとなんか今回からなんか変なのが壁に入ったりするんで、それにぶつけてみたらどうなるのか。あー、でも、うん、ちょっと虫系本当に苦手な人やめてみないといいかもしれない。これだ、これ。こっちに参るぞ。ちょそこで止まって一回。ちょっと待って、無理。止まれないの。止まれない、酔っ払っちゃうじゃん。だし、ぶつけてみた。飛んでったぞ今。気持ち悪い。なんか変わった？わかんない。でも気持ち悪い。すっごい気持ち悪い。その何？ハオト。えい。くらえ。ふん転がし。いくぜ。あー、くらしました。私通常弾レベル1でいいの？嘘でしょ。そんなインパクトバースト。使ってみよう。ああ、ほうほう。いやだからもっとかっこいい感じ。一発で。一発でノックダウンまで持ってったら、すげえ。あ、でも結構感じでインパクトバーストっていう。あれだな。ない。結構あれじゃわからない。結構その何ヒット数が多いというか。インパクトバースト。ほら、1、2、3、4、5、6、7発かな。意外とヒット数が多いな。もう一回インパクトバースト。あ、全部頭に座れる。いいね。なんか変なの打ちたいな。あ、なんだ、鉄砲あんじゃん。ある、鉄砲あんじゃん。こっちちっちゃいから狙える。インパクトクレーター使いたい。インパクトクレーター使いたい。インパクトクレーター。あー、まあまあ、いつも通りのインパクトクレーター。また私のことを爆破してる。うん、それは別に。あ、お供は別に。お供です、私。うん、そう、私がお供。ひどい。お供、お供。ダメだ、マサ。はい。鉄砲が当たらない。うん？いつもちっちゃいから仕方ないんじゃない？いつも。これは仕方ない。いつも当たってる。敵がちっちゃいから。なんかちょっと、ライフ。敵がちっちゃいから。だんだんぶつけてやる。だんだん。だんだんちっちゃい、避けろ。え？はい。受けろって言われた。あ、お年玉拾って、お年玉じゃないや。龍の涙拾ったよ。おいおい、スタンドしたよ。縦振り、縦振り、持ちつき。わっしょい。強いね。あれ？なんか強いね。なんか強く感じるな。何？何を頑張ってるの？耐え抜いてるの？耐え抜いてるの？あ、耐え抜いてるって。君の攻撃を耐え抜いてるの？おう、ダウンまで火力が高いのかな。遅い、特殊がいい。ちょっとあとこれはあ、しないかな。しないね。普段技術ないからウッチッパだよ。技に当たっても気にしないよ。わざとだよ。殴れなかったよ。ちゃんと取りたかったのに。おいし、いつもこんなことしないよ。あ、これはストップ。これは終わらせられるぜ。終わらせられちゃう、どうしよう。いや、わかんないけどね。どうしよう、終わっちゃう。いや、でもなんかお疲れ様です。これいいな、一応剥ぎ取る。こう剥ぎ取っても仕方ねえんだ。仕方ないんだよね。何すんの。納品完了。わかった。
暗い粉生地そんなん取りに来たの取りに来たんじゃなくて間違えて取っちゃったインパクトがあったこれいいな面白いこれヒルムすげえヒルム読んだ鬼人役鬼人役違う鬼人だ暗い暗い黒い。これいいな。こしょうだ。なくなっちゃった。ちょっとな。ああ。面白い。あれこんな手光る。手光るってことはこれ。これ。スキルの効果かなこれ。ちょっと。いいですね。この顔で。この顔でこの衣装はちょっとやばいかもしれないそれ見れないのが残念だわ今スクショ撮ったスクショ撮ったこの辺にこの辺の画面のなんか右端とかそういうのに貼っときますはい、2022年6月30日木曜日狩猟解禁狩猟解禁みんなでやろうね一狩り行こうねはい予約しませんしてありますはい、はい、これ可愛いんだよな可愛い可愛いミケ欲しいなぁ。シバじゃなくてミケなの。うん、ミケが欲しい。でもミケ買っても結局渡してやるんじゃシバだよ。いいんだよ、おまけこた。おまけこたいいんだよ。もう予約してあるからいいです。予約してあるからいらないです。はい。はい。じゃあ今回はこんな感じ。はい。はい。まあ次回も体験版。あと3つクエスト残ってるからね。3つなの？3つ。あ、そこ中級上級なんかその上ってあるすごいやつ。うん、ってあるから。それも一個ずつやっていきましょう。はい、やっていきましょう。はい、では皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。